出てきやがった。時間稼ぎにもならないか。皆さん下がってください。炎を防ぐ壁は俺たちが張る。第二世代、力を合わせて防御体制を取りましょう。これが鬼。こんなのどうやって倒せばいいんだ。過去に特殊消防隊が鬼を倒したのは2回だけ。浅草でコンロ中隊長による超高火力砲暁と、同じく浅草での神門大隊長による暁の2例のみ。理論上はそれだけの火力を出せば鬼の鎮魂は可能になります。あの規模の火力、リヒト、何か策はないか。策と言われましても、なんで浅草の第7を呼ばなかったんですか。呼んだよ。電話しても出ねえんだもん。炎ならいくらでもある、また壊すか。炎ならいくらでもある。ありますよ。ん？町中の炎を消して鬼も倒せる一石二鳥の策が。リヒト、どんな方法があるんだ。全体の第二世代とこの町の地形を利用して炎も鬼も一網打尽にする策です。始めましょう。